ランナーがスタート、敵地にいるか、スタートを切っていたボギーは三塁に行きました。打撃好調の岡島、引っ張った当たりは1、2塁間破っていく、中ランナーの茂木は2塁を蹴って3塁でストップ。好調岡島、チャンスを広げるヒットを放ちました。中ランナーですよね、はい、センターへの当たりです。岡島越えていきました。岡島は2塁出します。いいですか、シルボールを選択、ショート深い当たり、石井のここは肩はどうだ、間に合ったか、セーフになりていません。ライトの右だ、転がっていきます。一塁ランナーは三塁を回ったところでストップです。落としてきて一、二塁間破っていく、セカンドランナーは三塁をか蹴抜けてホームに戻ってきました。1点差、ダブルプレーに移りました。ここショート取れません。紅林とショート、グラブの先、山崎は追い込んで大きなカーブですが、溜めてセンター前進、前、わずかにワンバウンド。本当にやっと戻ってきてくれたなってイメージですね。ここも、もう最初の打席で後半になりました。ピッチャー返しは絶対岡島今日2本目のヒットです。初球一対一でペアが行きます。岡島二塁に向かう。初球を手のつるでヒット。ノーアウトランナー二塁です。左中間、大きな当たりだ。ヒットになった。岡島二塁に行きました。結構球数投げてシェーファーボールだったり。ここもつなぐ打球、右中間です。破っていくかどうか。だけも破りました、完全に破りました。一塁ランナー浅村、三塁はあります。岡島は三塁に向かう、今ホームイン。なんてやつだったりとか、その前にシンカーで見逃したとかね、はい、セカンドここは取れません。流し打って三遊間、まだタイムリーヒット。ここはライトへ痛烈な当たり、岡島ライト前。打球はレフトの前、ここで低めの球、好調の岡島がチームアツイトです。あの難しいところ逆方向のバッティングワンレフトの前、ここだ、ここも逆方向、鈍い音でしたけど、ファーストの左、今日3本目のヒット。セカンド岡島からです。初球一挙ライトの当たりはフェンスに当たります。ゆっくりと二塁に行きました。ノーアウトランナーで来ました。しっかりね、厳しいコースでしたけど、受けた感じで受けてますよね。はい、打球が伸びましたね。